吉谷さん、日給8万円、本当におめでとうございます。まあ、時を同じくしてですね、小野里さんも5万円稼ぐ方法みたいなのを出してきたりとかしてね、やっぱり考え方一つでお金って稼げると思うんですよ。特にこれから不況になりますから、稼ぐ方法っていうのを多くの方がね、探し求めてるんですよ。じゃあ、稼ぐ方法を販売できる、お知らせできる私たちっていうのは、これから黄金期がやってくると思うんですよね。そして実際に稼げなかった人が稼げるようになるってところを、今まで私は何回も作ってきましたよね。これからも作り続けられるってことなんで、本当にいい時代といえばいい時代ですけども、まあね、でもこういう形で自分の力が役に立つっていうのは不本意な部分もあるんですよね。世の中が不況になったから求められるっていうのは、できればね、私は私の存在なんて別にいらないぐらい、再生数がゼロ、チャンネルの登録もゼロに解除されるみたいなことぐらい、私の存在が不要になってくれれば、たくさんの人がね、豊かになったってことなんで、私が求めるのは実はそこなんですよね。さあ、そこですね、吉田さんも言われてましたけども、私も YouTube やったり Facebook やったり、この2つが主なんですけども、私の Facebook のその投稿にですね、ものすごい高い知識と高いレベルのことをコメントで私の言論をね、封じてくる人がいるんですよ。私はすごく勉強になるなと思うので、ありがたいなとは思うんですけども、これほど発信して私のコメントに、この投稿にね、食いついてくる人は、なんで信頼されてないのかなと思うんですよ。で、Facebook だったらその人のタイムライン見たら、まあ何も書いてないわけですよ。書いてあっても誰もコメントもついてないし、いいねもないし、友達は少ないしみたいな、その私の記事にもっともらしく熱を込めて長い文章で、反論してくる人、そして私がこうなんじゃないですかって言ったら、さらに私を叩きながら反論してくるような知識経験豊かな人が全然信頼されてないんですよね。いや、おかしいな、このコメントにそれほどまでに信頼があるんだったら、この人に、私じゃなくてその人に人が寄ってくるはずなのになと思っちゃうんですよね。いや、不思議ですね。吉谷さんも多分感じてらっしゃると思うんですよ。いや、またね、私が言うと吉谷さんには失礼な言い方になりますけども、私がね、吉谷さんの存在を強く知るようになったのは、ライブでね、私は誰よりもバカですっていうふうに吉田さんがいきなり言うわけですよ。このライブを見ている誰よりもバカですというふうに言うわけですよ。漢字も書けません、暗算もできませんと、で、字も間違えますとかね、いろいろ言うわけですよね。これほどまでに自分をどんどん落とす人っていうのは、まあ珍しいなと思ったんですよ。大抵はブランディングというと、自分の肩書きとかね、こんなことをやりましたとか、一瞬で稼がせますみたいなことを言うのがパターンなんですけど、いや、バカですとかね、何もできません、いや、わかりませんみたいなことを言いながら、でも結果的にお金は稼ぎ続けてますみたいな、このギャップがね、わ、すげえなというところもあり、まあ安心感もありますよね。じゃあ自分よりもできてない人が結果的にお金は稼げてるし、発信してもうちょっと聞いてみようかなというふうな説得力も持ってるというふうな形でね、それが未だに続いてるんですよね。私、吉谷さんに会って、吉谷さん以外の人が潰れてくれっていうのは山ほど見ましたけども、いつまでもしぶとく同じペースでね、同じ熱量で生き残っている吉谷さんっていうのは、すげえなと。いや、これなんだなと思いますよ。だからね、自力で生きていくっていうのはまさにこれで、ブームに乗って稼げたとかね、ブームがないから稼げないではないんですよね。やっぱ自分のやることを粛々としっかりやっていく、そしてきちんと自分のね、製品を自信を持って、付加価値をつけたものをどんどん提供していって、それに価値を感じない人は、まあ、引き止めずに、追わずに、まあ、黙っているっていうのがね、そのスタンスっていうのは私は非常に好きだなと思いますよね。で、私も同じように、やっていかないけんなというふうにね、吉田さんの姿を見て励まされるわけですよ。で、それもあって、まあ自分がね、好きなのもあるんで発信を続けるんですけども、やっぱ吉田さんの、やってることに対する意識っていうのはいつもありまして、まあ、動画をね、あちこち見るってことはないですし、ブログも読んだことないですけども、ただその記事の内容とかどうこうではなくて、その記事の内容も素晴らしいんでしょうけども、そうではなくて、やっぱりね、世の中に必要なことが提供されているっていうのは間違いないと思うんですよ。で、その世の中っていうのが別に70億人に対してじゃないんですよ。会場に来てくださる数人の方が吉谷さんにとっての世の中であり、真実なんだと思うんですよ。会場に来ない方やね、関心を示さない方とか、アンチな方に対して広げているマーケットはないということは、私と共通してますね。だからね、非常に今回の動画も億万長者合宿だなと思いました。で、いいですね、発信セミナーっていいですね。発信セミナー、ズームで発信対談とかどうですか。どういうふうに発信していけばいいのか。もちろんこれは有料でやればいいと思うんですけども、発信セミナーとかいいじゃないですか、なんかね。まあ、その中ではね、いろんな世の中で流行っている病とかの話もできるんではないかなと思います。
まあね、最近はね、YouTube で今世の中で流行ってるこのね、例の話をすると、どうもね、広告がつかなかったりサジストで上がりにくかったりするらしいんですよ。まあ、当然ですよね。 YouTube のチャンネルがそういうので溢れちゃ困りますから。で、私も YouTube のランキングとかをこう、例えば急上昇とか見るんですけども、あの病の話って出てこないんですよ。本当にね、相変わらずバカなことをやったりびっくりさせたりとかためになる話をしているのが上位にわーっと並ぶんですよね。ということは YouTube もネガティブなものではなくて、やっぱりね、ポジティブなものを出していきたいっていう風な形なんですよね。で、YouTube ってのはやっぱり広告料によって支えられてますから、広告を出す会社がネガティブな動画には広告つけたくないとか、で、広告が万が一ついちゃったらそこにクレームが来るとか、商品の価値が下がっちゃうみたいなことを考えるのはもう当たり前だと思うんですよね。やっぱ YouTube っていうのは収益構造であって、私たちがね、使うために無料でどうぞってものではないんですよ。無料で使う向こうにはきちんと訳があるということなんですよね。そういったビジネスモデルを考えると、YouTube 様々なんですけども、これからもね、YouTube では話せないようなこととか、 YouTube で話しちゃうと、まあ、しまいにはアカウントが閉じられちゃったりするわけですよ。そうなると、やっぱり致命傷なんですよね。致命傷というかね、やっぱ痛いわけですよ。致命傷じゃないにしても、また作ればいいんですけども、痛いわけなんですよ。だから、そういうふうなリスクの高まることをやるよりも、セミナーとかオフラインで、そういうふうなね、NG とされていることっていうのは堂々とお話ししていこうかと思うんですよね。で、そういうふうにしていくことによって、草の根的ですけども、多くの方の役に立っていくことはできるんじゃないかなと思います。これからね、ますますね、 YouTube を通じての情報っていうのは分かれていきますよ。 YouTube で話せないことって出てきます。その時に有効なのがブログなんですよね。ブログであったり Facebook なんですよ。だから、こういうふうなね、積み分けができます。動画ではもうね、 YouTube もテレビと同じぐらい審査基準高くなってますから、 YouTube でやっぱりね、普遍的なこととか抽象的なことしかできなくなってくると思うんですよ。特にどぎついこととか、人がね、すぐコロッと騙されるようなことをやると、これアクセスが高まるんですよ。だから、そこを狙って自分の収入のために、本当か嘘か分かんないようなことをバン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 流す人っていうのは、これからもどんどん増えます。で、そうなると YouTube っていうのは信頼が落ちちゃいけないんで、規制をします。アカウントも Twitter みたいにバーンと何万件とかね、何十万件とか急に閉じたりするでしょ。で、そういう時にブログっていうのはほぼ無敵なんですよね。ブログのアカウントが停止されたみたいなことはもうほとんど聞かないんですよ。どっちかというとブログは今人気がないとされてますから。でも、やっぱりブログじゃないと、文字じゃないと発信できないものもありますんで、まあ、これからね、吉田さんのブログセミナーすごくいいんじゃないかなと思います。で、最後にもう一つ申し上げますけども、ブログっていうのは勉強熱心な人が集まります。 YouTube っていうのはどっちかっていうと、そうだよね、受け身の人が集まります。まあ、その使い分けもこれからいるでしょうね。それではまあね、億万長者になるまで、億万長者にならなくても、もっともっと私たちもね、勉強していきましょう。それでは、いってらっしゃい。